ここはですね、明知駅の隣の旧貨物駅ですね。こちらの方向が御嶽駅の方向になりますね。毎度紹介しておりますけどね、こちらが八百津線の築堤ですね。このようにですね、明知駅から右手の方に八百津線が分岐しておったということですね。八百津線の廃線跡については、まあそうですね、特に大きく変わった点はないと思いますけど、やはりこの季節はね、草刈りがしてあると言いますか、夏場ほどぼうぼうでないので、まあ、ちょっと線路見やすいかなっていう感じですかね。まあ今縦看板ありましたね。まあ消えた線路ということらしいんですけど、そうですね。まあ結構廃線跡もね、人気なんで、まあ整備したりもしてくれるのかなという。期待もややありますけど、先日こちらの方に茶色い6000系が来たというんですね。今日あたりもね、来てほしいんですけど、まあ今日は違うものでしたので、例のね、あと新しくツートンカラーにしたものは今日は来ないですね。このカーブした築堤はね、ほんとかっこいいっすね。この先ね、カニ川を渡る鉄橋がありましたね。路盤にはね、まだこう砂利が残ってまして、枕木については残っている場所がありますね。今日は先ほどのね、赤い6000系がピストン運転しているというね、そういう状況ですね。明知駅なんですけどね、路盤が変化してますね。この左側のですね、八百津線の方へ入る線路が
まずは切られていますね。そして御嶽線の方の線路は途中までね伏線だったような気がするんですけど、あとでこの辺がなくなっちゃいまして、ここですね、この辺まで2本だったと思うんですけど1本になりまして、信号機の位置が変わっているという状態ですね。このようにですね、駅構内の伏線であったホームの1本、線路1本が切れてしまったと。そしてこの辺も伏線だったんですが1本になってしまったと。そんな感じですね。レールが切れてますね。そしてこちらのホームは出入りができなくなっています。この裏は駐車場なんですけど、おそらく名鉄不動産の管理下ですのでね、まあかつてはこちらの方にもね線路があったんじゃないかという雰囲気ですね。かなり広いです。この石畳がねいい感じだったんですけどね、入れなくなったということですね。まあ、駅舎そのものはね非常にこの歴史のあるものでしたので、まだね残ってていいんですが、レールが切れましたし、この辺りに構内踏切があったんですけどなくなってしまいましたね。まあすっきりしたといえばすっきりしたんでしょうけど、まあこのね、まあ、ファンの方たちにとってはね、まあ、寂しい限りと言えますね。この駅舎ですから、以前ね、宿直室も、兼ねていましたので、こちらにね、宿直して、八百津線の一番電車が、出発するということでね、この築100年ですかねの建物の中で、一番列車を待つということですね。先ほど撮っていましたね、貨物ホームですね、その辺りの踏切でこれ少しカーブしてるんですけど、そこからね直線がすごくこの山をバックに綺麗なんですね。そこで撮りたかったんですけど、やっぱりね直線っていうのはよほど線路によらないとうまく取れないもんで、ちょっとね取れなかったということと、貨物ホームのところでこれね線路が分岐してきますよね。全部で 1,2,3本かな、2本かな、ちょっとわからないんですけど、この要はですねこっちの八百津線の方ですよね、これがまだちょっと駅のホーム周辺は残ってまして、とりあえずここまでは2本あると。で、これなんですが、途中ね、切れてるんですよ。
ですから左側の線路はまあ剥がす予定で来てるなっていう感じと、今度ここですね、柵作っちゃったんですけど、スロープがあってもう少し奥からも剥がしてあるということと、あとここにですね入れ替え信号があったんですけど取ったということですね。要はここはもう列車の交換もありませんし、列車の入れ替えもありませんので信号機不要ということですね。ということで、信号機を取り外したと。もう残念ながらね、あちら側のホームなんですけど、もう冷蔵剥がしにかかってるわけですね。ですから工事の途中ということでしょう、駅全体がね。本当に寂しい限りでありますね。これは一体何の標識かわからないんですが、上り下りと800なんですね。まあなんか知りませんけど、まあこの駅舎の壁になんかこんなね標識があるわけです。ということでね、10月に入った明智駅の様子でしたですね。以上でございます。